はい、皆さんこんにちは。教育百貨店の平野と申します。公式 LINE を作ってからですね、ものすごいこうリアルな意見というか、こういうのやってほしい、ああいうのやってほしいみたいな意見が来るんですよ。なのでその中でちょっとね、すごく印象に残ってるのがあって、3本シリーズにしてもいいかなって思うレベルのものがあったので、どこまで喋っていいか許可を得た上で今から喋っていきたいかなと思います。今から何やるかと言いますと、塾講師って矛盾したことやってるよねっていうお題で3本いきたいと思って、1本目は部下に対して、2本目は自分に対して、3本目は転職に関してです。これを3つに分けて3日間連続で投稿したいかなと思っております。今日はじゃあ1本目をやっていきたいと思います。塾講師は部下に対して矛盾したことを行っているっていう風に送られてきたんですよ。なかなか面白いキャッチフレーズだなと思ったのね。中身をよーく見ると、例えばだけど、僕英語なんですけど、英語ができない生徒がいます。あーできないんだ、残念で終わらないですよね。絶対に終わらないじゃないですか。苦手なんですか、なるほどと。じゃあ苦手な原因をまず探りますよね。どこができてないんだろうかみたいな。僕大学受験なんで、例えばだから品詞ができてないんじゃないかとか、文系ができてないんじゃないかとか、そういうことを考えますよね。原因を突き止めて教えますよね。課題を与えて、宿題を与えて、きちんと復習をさせて、点数を取らせて、最後受からせていくっていうアクションを取るじゃないですか。生徒にはこうやって教えてやらせるっていう簡単な動作ができるんですよ、塾の先生ってみんな。なのになんで塾の先生は部下への仕事の教え方があんなにも下手くそだったんだろうかっていうふうに言っている人がいました。でその人は元塾講師みたいですね、聞いたところ。で今はもうね、もう誰でも知ってるような外資の超大手企業にいます。もう名前言えば誰でも知ってます。でそれがすごく矛盾してるなっていうふうに思ってたと。数学にこだわりがあって、どんな苦手な子でも数学が解けるんだよ、国語とかに対して、いや国語ってのはどんな苦手な子でも絶対できるようになるんだよ、社会でも理科でも英語でもみんな同じこと言ってんのに、部下ができないことを、きちんと管理できないと。部下ができない理由を分析して、やらせてみて、うまくいった、うまくいってない、きちんと評価して、結果を出させる。だから、生徒に対するアプローチも、部下に対するアプローチも、本来は同じはずなのに、なぜか生徒にはできて、部下にはできない。難しく考えすぎてる。生徒にやってることを同じように部下にもやってあげてほしいなって、塾講師辞めた今は、そういうふうに思ってます。いい話だなと思って、そのまま伝えました。ですので皆さんもぜひ生徒にやってあげてることを部下にもやってあげてください。それで上司としての株はぐーんと上がるかなと僕は思うんで、本当に部下のことを思ってたらできるよねっていうことで、そうかもしれないけど、でも上司は部下を成長させるのは責任だから、必ず成長させてあげなきゃいけないんで、生徒にしてあげてる自分の行動を部下にもしてあげてほしいなっていうふうに思ってます。2本目、自分に対してってやつ明日出しますんで、よかったら見てください。よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。